はい、今日はね、村上先生真ん中に行ってた方がいいですね、今日はね、はい、はい、国際政党のですね、代表権裁判の第2審の第1回目というところで、東京高等裁判所で約10分ほどの裁判の記述がありました。どうぞ、はい、佐藤先生、はい、まあ、第1審判決では、オッサの辞任が有効だったかどうかで、あとはその解任が有効だったかどうかについて、まあ、一審判決は辞任は認められないし、代表の解任も認めないという結論が出ていて、で我々がそれが不服であるということを前提に控訴審で争っていました。で、辞任の有効性については、まあ、確かに第一審かなり詳細な、事実認定をしていたので、まあ、むしろ控訴審では解任の有効性をしっかり争いたいと思ったので、控訴審では解任の有効性だけ争いました。で、これまでの最高裁判例を見ていきますと、やはり政党の内部的自立権っていうものを極めて強く尊重しているんですね。やはり私たちの国っていうのは議会制民主主義のもとに、政党がそれを国民の意思を集めて、まあ、日本共産党であるとか自民党であるとか NHK 党であるとか、その政党が皆さんの代表として政治をやってるから、その人たちに国、行政であるとか司法が積極的に介入して、その政党の内部で行われていることをあまりその良し悪し判断するのはよろしくないだろうっていうのが、ここに至るまでのずっと最高裁判例で確立したものだったんですね。で、特に内部で誰を除名するかどうかというのは、法は家庭に入らずって皆さんよく聞く話だと思うんですけれども、なので政党に対しても法は入らずという原則をこれまで貫いてきた姿勢が明確にあったので、控訴審ではそれを特に強く主張しました。で、5月10日の党総会では、党員がですね、1414名いました。で、あの時の党総会では1000名を超える方が、斉藤さんの代表権就任、大津さんの解任というのを賛成したんですけれども、今回控訴審でですね、改めてその当時の党員だった方たちみんなにですね、通知を送りまして、876名の方から当時の大津さんの解任、斉藤さんの就任というのは党の判断として私は支持していますということを改めて陳述書をいただいて、それも高等裁判所に資料として証拠として出しましたので、まあ、高裁の方はこういった党内の意思決定判断に対して果たしてそれをまた否定することを維持するのか、それとも従来の判例に従って政党の意思決定を尊重する判断を下すのか、それが今回の主要な争点になっています。その党員の1414人に関しては争いが特にないということでいいんですか？それは大丈夫だと思います。特にそういう争いはない。ただちょっと一審判決ではちょっとそこにも疑義は出されていたので、今回改めてその1414名の方たちが有効な党員であると補強する証拠は出しました。なるほど。まあ、ちょっと今日は唯一争いがあったのは、まあ、いわゆる準備書面、まあ、村岡先生が作られた準備書面の、まあ、いわゆる途中以降ですね、ここについて、まあ、豊田弁護士はこれは真実が不適切だという主張をしていましたね。ここあれ民事裁判かなりやってますけども、当事者の真実が不適切だっていう疑義を出した人って初めて見たんですけど、あれはどういうことだったんですか？まあ、どういう内容を私が主張したかというと、今の形式的な党内の意思決定だけではなくて、改めて大津彩香という人物がいかに党首として不適切かということが、まあ、一番最初の発端としては令和5年の4月7日に山中豊という人物と一緒にりそな銀行の預金引き出しに行ったわけですね。で、あの当時は立花さんまだ会計責任者でついてましたし、預金に手をつけるっていうのは当然党内のみんなの役員会の決定があって、初めてそんな全額の引き出しなんてできるできない。それは立花さんだって当然みんなにそのお金使うっていうんだったら100万、1000万超えるんだったら相談する話なんですよ。にもかかわらず彼女は自分が代表者だという地位を使って銀行に行って引き出そうとしたと。で、りそな銀行の担当者は普段から立花さんが会計触ってるのは分かってることなので、これはまずい話だぞと思って預金を直ちに凍結したと。
そういうところから、まあ、この事件は端を発して、あれは詐欺未遂に該当するんだという主張は、今回改めてしたんですね。で、また、皆さんも、ご興味ある話ですけれども、彼女が破産手続き申し立て日以降に使ったお金、こういったものも債権者は非常に危険視していて、問題視してるんだということを、私は改めて総裁にも伝えたんです。なんでかって言ったら、彼女がそういう属性の人間で、党員たちは彼女がそうやって反社会的な行為をすることを良しとしてないんだと、当たり前なわけですよね。国政政党の党首の適性っていう意味で、そういう意味で私は今回の党内の判断っていうのは、まあ後の事情から見ても極めて適切な判断だったんだと、そういうことを補強して言ったわけです。で、それを言ったら豊田弁護士がその主張が不適切不適法だというような意見があったので、いやいや、そんなことはないと。私は改めて、主張書面にも書いたんですけれども、本件争点を補完する重要な間接事情だから、これもぜひ裁判所には主張したいということを改めて書いてるので、でそれ裁判官ちょっと協議して、まあその主張は認めますということで、今回は結論が出ると。まあいわゆるね、争点に直接は関係ないけども、間接的な主張ということで、まあ、それについては裁判所は認めたと。まあああいうのでも陳述認めないっていうのは一応法廷陳述はあるんですか？陳述を認めないって言い方する人ってあんまりいないですけどね。まあでも言うのも自由ですから、そういう意見を言うのは、そんなの認めないってやつ。だから仮に、だってちなみに法廷で相手を侮辱したら、はい、それが名誉不詮になりますよね。そうですね。それで負けてる人って何か知ってるんで、法廷で書面に書いて相手を侮辱したりとか名誉不詮すると、それ自体が伝播性があるんで、裁判所っていうのはいろんな人が傍聴しているとか、あとで記録が見れるから、裁判所で相手を侮辱したりとか名誉毀損すること自体は実はそれはダメなので、ただそれが事実であるとか公益性があれば OK っていうところで言えば、まあ豊田さんとしたら名誉毀損に当たるからやめてくれと。でも裁判所としてはいや、それは認めますっていうところで終わったって感じですかね。まあ、豊田さんがそこで意見言ってくることは僕もちょっと予想はしてたんですけれどももし言うんであれば、今回主張された内容が事実と違うと、私が主張したのが全く事実と同意するから名誉毀損なんだって言ってくれば、それは一部ちょっと認めるに値するのかなと思ったんですけど、抽象的だったじゃないですか。不適切だった。まあでもあれ準備書面出しても2週間前ですよね。もう25日なんで、まだ1週間経った方がいるので、25日。まあでもいずれにしてもやる気があるんだったら反論しますとか、ここまでに反論して、ここの部分がおかしいっていうことを出せばいいんでしょうけども、まあやる気なかったですね、向こうはね。まあそうですね。いや、僕はもう普通はなんかこう、ここがおかしいから、ああいう意見、口頭で裁判って言っても、ほとんど無理で、基本的には書面にしろなんですよね。でも書面にするのも面倒くさいから、一応言うのこれはまあ不適切だと一応言っときましたぐらいの感じしか僕は捉えなかったんですけど、ね、そうですね、はい、で特に控訴審だともう1回で終わっちゃうのがケースとして考えられるので、やっぱ私だったら今日の期日前までに反論の意見書を出します、ね、そんな、ね、証拠を集める必要性がないわけですからね。ということで判決日は10月の30日11時50分すごいですね。そんな時間にあるんですね。はいですね。お昼前の11時50分に515-515法廷で行われます。まあ、第2回債権者集会のですね、前になりますので、まあ、そういう意味ではちょっと第2回債権者でやりたい、やりやすいかなと。まあ、それまでにね、最高裁の判決というか、特別抗告が棄却されてしまえば、もう、時すでに大津さんは、茶番にいないかもしれません。彼女最近なんかつぶやいてるの、ちなみに今週関西人と会うとかって言ってたよね。なんか関西人と会ってから若干おとなしいんじゃないかみたいな意見は散見してるのに、います今日何曜日、火曜日、まだ今日は水曜日、水曜日、あ、じゃあもう会ってる可能性ある。まあね、関西人はそれはもう返せとはっきりとね、書面にして言ってて、文章で本人に宛てに文章で返せと言ってるわけで、それが30万円でいいなんていうようなことをまた世間に言っちゃうと、それはそれで虚偽説明罪っていうのかな、嘘の説明とかになってくるので、そうですね、あんまりその職務妨害しすぎると破産管罪に対する職務妨害とか、まあ、そうですね、そういうこともあります。嘘をつくこと自体がいわゆるその4150万円はプロモーション費用って言ってたけども、それはあくまでも
大津の言ってることが変遷してるんで、おそらく最初の1650万円っていうのはもうよくわからないお金に使ったと思われるんです。で、1500万円はこれは大津のお父さんがこれまで、大津に関する裁判の費用とかを立て替えた分であって、プロモーションビデオを立て替えたものとは思えない。で、あとは1000万円について商業登記のない、いわゆる法人格のない法人に振り込んだことも、まあ正直よくわからない、だから返せと言ってるのに、急に返せと言われたら、この3つの資質は1つの会社に払ったんだと。まあもう相当やばいと思いますね。ね、大津の支持者や黒川の支持者はですね、なんか立花が逮捕されるとか、もう頭の悪いやつは平気でそんなこと言ってますけども、あの全くもって大津側はですね、合理的な反論できてないと思います。立花が悪ければ私は政府って考え方じゃないですから、あくまでも大津は大津、立花は立花で、僕が捕まったとしても、仮にですよ、そのないと思いますけども、大津が無罪になるとかありえないですから。かつ彼女は破産が、あの申し立てをされてから使ったお金に対して返せと言われてるんです。で、僕は破産が決定する前に借りたお金を3億5000万どうするのか、これは本当に借りたお金なのかどうなのか、もし借りたお金だったら返すお金ありませんよというところでの話をしているわけであって、僕が借りたお金が犯罪になる可能性って極めて低いんですよ。もう極めて低いし、ないと言ってもいいと思うんです。大津の方、ないですよね。大津の方はもう思いっきり可能性があるわけで、で、とにかく立花の事件と大津の事件は別個に考えてください。立花が悪ければ大津は無罪じゃないですから。で、まあ今日ね、黒川との裁判の判決も出ました。噂の通りかな、50万払えとなってます。あの、我々は本当にちゃんと合理的な説明、証拠を見せて、例えばガーシーに2億円払ったと、高橋弁護士に2億円払ったって通帳を見せてるじゃないですか。だからこそ大津彩香もそういったことをちゃんとやるべきでしょうけども、まあ、彼女はもう言ってることでやってることがバラバラ。で、それを今回高等裁判所の裁判官の方に村岡先生の方から説明をしてもらったと。さあこれで大津彩香を国政政党の代表者としてね、認めるのかどうかについて、さすがに裁判官も人ですからね、そういった間接直接的な証拠じゃなく、まあ、証じゃなくても、こういう人に国政政党を任せていて本当に大丈夫なのかと、そういうような判断はあるのかなと。そうですね、全然関係ない話ですね。左林ずっと見てました、目合ってなかった。ああ、そうそうね、めっちゃ僕見られてましたよ、うん、左林ずっとそうこちら2人のこうじーっと見て、気が済んだのが最後こっち見てましたけど、あの左林前もいたんですよ、うん、どっちかっていうと我々にちょっと有利な雰囲気で、途中でいなくなっちゃった人ですよ。あの人ですよ、多分。あの、左林さん、よろしくお願いします。っていうか、まあ、あの、本当に、正義に基づくね、判断を、ちゃんと、国政政党、まあ、NHK から国民を守る党、今、民主党って名前になってますけども、やはり、党員や投票いただいた方の気持ちが、ちゃんと代表者の、まあ、判断というか、になるように、裁判所の方には、判断をいただければと思います。まあ、それがもうどうしてもダメだということであれば、それはそれとして考えますけども、我々はね、特に今回丸山副党首の方ですね、すごく頑張ってくれましたので、私は都知事選の方に力を注ぎましたけども、村岡先生と丸山副党首と、まあ、もちろん住民の方々も頑張ってくれましたので、まあ、正義の判決というかね、民主主義らしい党員や投票いただいた方の思いが反映される判決が出ることを望みながら終わりたいと思います。以上です。NHK をペッパー。